やはり注目するのは鍵層である業界眼です。はい、こんばんは、サディルーム斉藤です。今日は中一理科地学地層の13回目です。で、前回、スケッチをしたり、このボーリング資料から柱状図を作ることを学習しました。今日からはこの柱状図の読み取りの問題をしていきたいと思います。で、このように柱状図が示されています。で、泥岩、砂岩、礫岩、凝灰岩が A 地点、B 地点でこのような地層になっています。で、ここで注意なんですけれども、この地層の中には凝灰岩の層は一つしかありません。それと周極とか断層の影響で、地層は傾いていないものとします。そういう条件で、1問目。A 地点の標高が100メートルです。では、B 地点の標高は何メートルでしょうか。さあ、これをこの柱状図を見て考えていきましょう。で、まず、鍵層っていう、鍵になる層。凝灰岩に注目します。で、凝灰岩に注目すると、こことここに凝灰岩があります。で、先ほど凝灰岩の層一つしかないって言ったんですけど、上と下ちょっと確認してみると、凝灰岩の上にはどちらも泥岩の層が、で、凝灰岩の下にはどちらも礫岩の層があるので、この凝灰岩は同じ凝灰岩の層だと予想することができます。そうすると、A 地点の標高が100メートル、でそこから15メートル下がったところですから、 A 地点の凝灰岩の層の上の面は標高でいうと85メートルになります。で、ここで地層が傾いてないことが分かっているので、B 地点の凝灰岩の層の上の面も同じく85メートルっていうことが分かります。そうすると、B 地点の標高、地表からの深さ0メートル地点はここより30メートル上なので、B 地点の標高は115メートルって考えることができます。さあ、もう一問。今度、標高110メートルの C 地点の柱状図を書きなさい。で、このように柱状図を書かせる問題もよく出ます。で、その問題の時、こんな図書けないので、ここが丸だったり点々だったりっていう、図で簡単に書き表せるようになってますけれども、今日はちょっとこのままこの地層を使って書き方を勉強していきます。で、やはり注目するのは鍵層である凝灰岩です。この凝灰岩とこの凝灰岩が同じであるっていうのは先ほど言いました。そうすると、この C 地点にも同じ凝灰岩の層があるはずです。で、C 地点の凝灰岩の層の上面も85メートル。傾きがないので、同じ85メートルだと、標高110メートルの C 地点。ここから85メートルを引くと、地表から深さ25メートルから30メートルのところに凝灰岩の層があることが分かります。ですから、ここに凝灰岩の層を書き入れて、でその後は B 地点の地層を参考に、次上5メートルに泥岩の層、その上10メートルに砂岩の層、その上10メートルに礫岩の層を書くことができます。
で今度下ですけど、これ B 地点だけ見ると下に歴岩の層があるのは分かりますけど、5メートルしか分かってないですね。で今度 A 地点を見てやります。 A 地点見るとこの下15メートルにわたって歴岩の層があるので、ここから10メートル、ここは歴岩の層を書き込めるっていうことが分かるかなと思います。まあ、このように柱状図を使って他の地点の地層を予想することもできます。さあ今日は柱状図の読み取りの、まあ、基本的な問題について学習しました。あと2回このような問題を続けてやっていきたいと思います。では今日の授業は以上です。